というわけでこんばんは。今夜からは心霊旅館からの脱出ということで、夏を前に新たに開く恐怖の扉、心霊旅館からの脱出をプレイしていきたいと思います。というわけで今夜も見てくれてありがとう。今夜も見てくれた君、愛していますよ。ねえ、こんなことを忌憚なく言っていける目になっていきたいもんですね。というわけでまた今夜からですね、新たに恐怖のね扉を開いてきたわけなんですけども、ねえ、もうすっかりおなじみのなんかインターフェースになりましたね。で、またですね、水沢村伝説、そして、先日中にね、お世話になっていた、心霊学校からの脱出、に続くという感じのですね、水沢村の系譜をね受け継ぐ心霊旅館からの脱出というゲームなんですけども、ねえ、いや一体どんな感じのゲームになってくるんですかね。いやー、楽しみだな、楽しみだな、楽しみだな。そんなわけで張り切って始めていきたいところなんですけれども、これを見ている君は今日も頑張っていましたね。君の頑張り私は知っていますよ。勉強に部活、お仕事、そして見ている方によっては家事や育児だったりするかもしれませんが、そんな今日もですね頑張っていた君、私と一緒にちょっと旅行に行かないかい。というわけで心霊旅館に一緒に行きましょう。それじゃあ早速開始。ゼロ章序幕。このインターフェースもおなじみっすね。たゆやく続いていたシャドウ外側線もついになくなった。僕は今都心から愛車のミニを4時間も走らせ、4時間で行けるとこってどうだろう、山梨県ぐらいかな。もう日も傾きかける中、名前も聞いたことがない山奥の旅館を訪れようとしていた。それも泊まることが目的じゃない。片道4時間をかけての単身日帰りツアーだ。なんで泊まればいいじゃん。別段翌日に急ぎの用事が入っているわけではない。むしろ暇を持て余しているくらいだ。ますます泊まればいいじゃん。私だったら泊まるけどな。だったら宿泊すればよいじゃないかと思うかもしれないが、がっつり思った。いやー、前にですね、弾丸で私も4時間ぐらいかかるところに、ね、旅行に行ったことあるんですけども、ね、日帰りで。日帰りでね、4時間4時間行き帰りはきついっすよ。ねえ、私だったら泊まるけどな。そもそもこの旅館は、泊まること自体ができないんだ。なんで？今まさに、僕の視界に姿を現したこの建物は、幽霊が住んでいると噂される廃旅館なのだから。なるほど。つうことはどういうこと？なんか、幽霊の出る、やべえ旅館つうか、もうなんか廃墟になった旅館あるらしいっすよ。マジ？それやばくね？マジ？それ超面白そうじゃね？俺ちょっと暇だから今日行ってくるよ、みたいなこと？そうですね、うちの近所にも廃旅館があるらしくて、心霊旅館からの脱出。これが廃旅館なの？めっちゃ綺麗じゃない？全然廃墟じゃないじゃん。ループライターとして飯を食っている僕は、出版社から依頼を受け、会議オカルト特集の記事を書くため、取材に来ているのだ。なるほど。さっき私がやったパリピテンションじゃなくて、お仕事でいらっしゃってるんですね。遅い時間を選んだのもそのためで、日が暮れてからが本番というわけである。いやー、なんでみんなこんな、ね、夕方夜に行きたがるんだろうね。最近では、ノンフィクション作家などと気取った肩書きを使う者が増え、ループライターという職業は、絶滅危惧種と言われて久しい。しかし僕は、そんな世間の流れに合わせることができない、不器用な人間なわけだ。自分が見たものをありのままに決められた文章の枠に収める。それがルポの仕事であり。作家などという肩書きは、僕には難しくて、到底名乗りはしない。絶滅危惧種だろうが何だろうが、仕事はあるんだ。自分のあり方を変えるつもりはない。まず、なんだろうね。それで、こう、お仕事になってるんだったらいいんじゃね、別に。ねえ、呼び方とかいろいろありますけれども、ねえ、本質は変わんないわけですからね。ローアミーなんていう不便な旧車に乗り続けているのも、そんな僕の、面倒な性格の表れなのだろう。旧車のローバーミニスか。なんだろうね、車種は違うんですけども、映画とかアニメで、ルパンが乗ってるぐらいの、ね、大きさの車だった気がする。そうそう、これこれ。
ねえ、でも今のローバーミニってなんかこう、ねえ、もっと現代風のあれですよね。さて、これが噂の心霊旅館か。思ったよりボロくはないや。そうだね、全然ボロくないんだけども。これじゃないですかね、ね、もうなんか、廃墟になった病院があって幽霊出るらしいよ、みたいな。で、噂が出回ってるけど、実際行ってみると普通にやってる病院だった、みたいな。ねえ、そんな話が何かでありましたね。稲川淳二さんが、そんな話をしていたかな。と思うんですけれども。なんかそのパターンじゃない？なんか廃旅館あるらしいよって言ったら普通にやってたっていうね。そういう感じじゃないのかな。てかこの旅館なんて読むんだろうね。名前が。ちょっと読めないな。ファインダーを覗きながら、ゆっくりと旅館の周りを歩き始める。ちょうど、旅館の裏手へ回ったところで、思わぬものがファインダーの中に入り込んだ。女の子？しかも着物？ジャパニーズ着物？そこには着物を着た少女が、遠くの絵板をぼんやりと見つめ、佇んでいた。性気が薄く、心ここにあらずといった様子の少女に、僕は一瞬、本当に幽霊と遭遇してしまったのかと、背中の毛が逆らったが、いや、幽霊じゃねえ、だって廃墟っしょ？すぐにそれは、本物の人間だと理解した。なんで？足があったりした？それなんで幽霊って足がないって言うんですかね。私もホラーとかね、結構好きなんですけども。でも結構割と知らないこと多いんですよね。なんで幽霊って足がないってことになってるんですかね、そういえば。それにしても、あどけなくはあるが、なんとも儚いね、美しい横顔だ。僕は思わず、そのままシャッターを切っていた。それいいの？いやー、カメコさんはちゃんとね、レイヤーさんにこう、許可取んなきゃいけない。ほら、怒られるんじゃね？は、どなたですか？いや、すまない。脅かすつもりはなかったんだ。あれ？君は、ここの従業員？おかしいな。廃墟だと聞いていたんだが。もしかして、この旅館はまだ営業しているのかな？少女は戸惑うように黙ってこちらを見つめている。そりゃそうでしょ。突然通りかかった人が突然シャッター切ってきたらそうなるっしょ。場所を間違えたか？いや。この近辺に建物なんて他にない。間違いようもない。なんか最近よくテレビ番組やってる、なんだろうね、山奥にポツンと立ってる建物にね、行くあれみたいな。とにかく話を聞いてみようと、彼女に少し近づくと、身をすくめ、怯えたような仕草を取る少女の首筋に、何かあざのようなものが見えた。チラ？いや、これやばくね？これあの後じゃね？やっぱ幽霊じゃない？これは縄の後なのだろうか。僕の視線に彼女はますます怯える。いやそりゃね、知らない男の人が首をじっと見てきたらそりゃ思うよね。おっと、女の子をこんなにじろじろと精察するのは失礼だった。精察で合ってるかな。すまない、ここは泊まれるのかな。いや泊まってくきます？10ゴールドだけど泊まっていくかい？とりあえず、面倒な状況説明を省くため、僕は、宿泊客のふりをした。彼女は小さく口を開く。ここは、今は、やっぱやってないんじゃね？マスミ、どうなった？すげえんだけど髪型。とそこに、少女の言葉を遮るように、旅館の中から、しわがれた老婆の声が聞こえた。少女は、その声に、すくんだ肩をさらにすくませる。お客様をお通ししなさい。愛みやび様。みやび様？いやーなんすかね、私がみやび様って聞いて、パッと思う浮かぶみやび様って、ギター持ってるんですけど。ますみと呼ばれた少女は、おぞおぞ僕に近づき。愛、お泊まりいただけます。ご宿泊。なさいますか？と、応対を始めた。泊まる予定はなかったが、ここまで来たんだ。せっかくだから、宿泊してみることにした。僕はルポライターだ。自分が見たものを、ありのまま文章にするだけ。廃墟じゃなかったのなら、そう記事にするだけの話だ。それが仕事なのだ。幽霊が出ると噂の廃旅館、実は、ちゃんとやっていた、みたいなね。それになんだろう。僕はなんだかこの旅館に、言いようもない不安と、好奇心を感じ始めていた。いやーだってだいぶ、その宮城様の髪型が個性的だもんね。
政治クリア。いやまあ序章っすからね。というわけで政治クリアだったらしいっす。いやなかなかのこの導入じゃないねえ、なんか明らかにある人間じゃねって思ったねえ、こう少女の首にある怪しいあざっていうね、そして明らかに一癖ありそうなおばあちゃん、ねえババ様絶対なんかあるよあれ。さあというわけで今回もいい感じに撮っておりますのでねえ、ここまでにしたいと思います。いやーマジこれちょっと気になるな。ねえ、いや本当にですね、今日もこれを撮ってる日にですね、もう30度とか超えてまして、いやーもう夏だなとねえいう感じですけれども、で、夏に向けてどしどしホラーゲームもやっていきたいと思います。でもなんか気温的にもう夏感あるのでねえ、いよいよホラーの季節といった感じでしょうかねえ。いや続きもぜひお楽しみにしていただきたいと思います。で、というわけで、今日もここまでご覧いただいてありがとうございますねえ。いや今回から初めて見たよという君ね、よかったらですね、チャンネル登録、高評価、コメント等よろしくお願いいたしますね。特にコメント、チャンネル登録をよろしくお願いしますね。ぜひコメントしていただいてね、私と交流したいかいね。そしてぜひともですね、チャンネル登録もよろしゃす、よろしゃしゃす、という感じのチャンネル登録よろしゃす週間、いやさよろしゃす月間という感じで、ぜひぜひおすすめさせていただいておりますね。楽しい動画が盛りだくさんね、ぜひ登録していただいて、他の楽しい動画もねご覧になっていただけると幸いです。盛りだくさんにありますので、ぜひぜひご覧になって楽しんでいただければなと思います。というわけでですね、私とはまた次の動画、いやさ次の夜にお会いしましょう。それではまた次の夜に。ねちょっと広告の漫画読む？私と婚約してほしいんだ。というわけでまた次の夜に。